Grand Blue Fantasy Versus Rising. Oh? 本当に俺そっくりのやつがいるなんて。正体を現してもらうぜ。この。それはこっちのセリフだぜ。どっちが本物かは。よし。これで決めるか。こうして共に技を高め合うのも何度目か。だが何度向かい合ってもいいものだ。そう思わないか、レイン。もちろんだ、ランちゃん。お互いの最新最高の技をし、ぶつけようぜ。お待たせ。走り込みの次はすぐに一戦交える。これに限るよな。せ、ベイン、お前のスタミナにはおそら言ったよ。だが息が上がっていようと手加減はできないぞ。さて、模擬戦に付き合ってもらうぞ。抜き打ちだからといって緩んだ動きはしてくれるなよ。心配ご無用ってな。そういうばあさんこそ。し、油断するなよ。お待たせ。さてさて、模擬戦の時間だな、ばあさん。分かっているとは思う。余計な遠慮はするな。本気で来い。行くぞ。たたずまいで分かる。本当に強くなったな、ベイン。ジークフリートさんにそう言ってもらえて嬉しいです。でも俺はもっと強くなります。ジークフリートさんびっくりしちゃいますよ。俺ってばすんごい成長してるんですから。行きます。これは楽しみだ。俺も全力で行かせてもらうぞ。刈り上げの兄ちゃんの守りはめちゃくちゃ硬いぞ。崩せるか。頑張りましょう。よし、いろいろな技を試してみるぞ。おう、望むとこだぜ。グランの全力受け切ってみせる。よし、思いっきり来い。騎士団仕込みのトレーニング、本番はこれからだぜ、グラン。ここから剣の稽古。ヘトヘトだよ。ファイトです。追い込んでき。刈り上げの兄ちゃんは相当タフだぜ。ジータも負けてません。こんな負けなんてしないぞ。ソロ1だぜ、ジータ。ハードメニューでトレーニング、行ってみるか。よし、始め。ふっ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 。今日の勝負で俺に勝てたら何でもごちそう作ってやるからな、ジータ。ルリア、やったね。何をリクエストしようか。何でもいいのか。お寿司がいいです。寿司か。やれやれ。料理のレッスンの返礼が真剣試合というのは君らしいというか、なんというか。カタリナさんとの本気の試合、実はちょっと憧れてたんです。よし、お願いします。ふっ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 。
カタリナさんとの稽古か。ワクワクするぜ。お願いします。白竜騎士団副団長の腕前とくと拝見しよう。これがフェードラッヘ原産の木材で作られた箱。しなやかさと強度を両立した理想的な木箱であります。ぜひユミエール帝国への輸入を検討したく。了解。ランちゃんにも一報入れときます。じゃあエッチョ親善試合の方も始めますか。よし、いきますよ。しゃあ、関氏ってヒーローっぽさありますよね。今回の手合わせ勉強できる部分が多そうだ。いざ。良い気迫でありますね。ならば自分も全力で応えるであります。友達や仲間を思うこと、それもまた素敵な愛の形。その思いの強さをあなたの技に乗せてちょうだい。愛って言われたらちょっと照れますけど、よし、技に込めてみます。お待たせ。今日のファスティバさんのデュエル体験楽しみにしてました。お願いします。そんな風に楽しみにしてもらえるなんて、あたしって幸せ者だわ。それじゃデュエルスタートよ。炎帝君とは別の意味で暑苦しいね。ま、比較的爽やかって部分じゃ悪くないかもね。俺とパーさん似てますかね。初めて言われたな。とりあえずよし、やりますか。ダメですってメーテラさん。ひよこ班のやつらをからかわないでくださいよ。本当にごめん、リアクションが楽しくってついさ。ビストロランヘイ。俺らもビストロバチコリ興味あるんで、面接的なやつお願いしてもいいっすか。みんなの料理の腕は知ってるから、今回はフィジカル面を見せてもらうぜ。し、行くぞ。お待たせ。ライバル出現ってな。こいつは強敵になりそうだ。いざ勝負。改めてだけどさ、料理もバトルもできっとかマジパクね。ちゃけば俺らの完全上位互換。いや、さすがにパリピ感は勝ってるっしょ。つうことはだ、パリピゲージ5000兆パーセントに上げて勝負してくしかねえぞ。少々伸ばしてこう。ベインも凄腕の立派な騎士だぞ。みんな料理が上手な優しいお兄さんというだけじゃない、挑戦者の気持ちで戦っていこう。いろいろ褒められると照れちまうけど、そう、俺は白竜の騎士だ。へへ、いいとこ見せっか。お待たせ。ベッポにモモ、グージーとニコラ、あとジジ、今日はよろしく頼むぜ。へへい。レインは私たちの連携を見せてほしいそうなんだ。準備はいいな、行くぞ。
ランスロットと私のスピード、どっちが上か見てもらおうじゃない。それなら俺が適任だな。どんと来い。し、捕らえてみせる。ふっ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 。ゼタの炎、俺にぶつけてみてくれ。全力で頼むぜ。よろしく。オッケー。そんじゃ遠慮なく。後悔しないでよ。白竜騎士団一の力自慢か。よろしく頼む。バザラガさんに負けないパワー見せてやりますよ。よし、気合い入れてくぞ。しゃあ、言われた通り全力の打ち込みしますよ。どこまで耐えられます？バザラガさん、全身全霊で来い。だが出し切る前にへばるなよ。まさに質実剛健。この刃どこまで届くか見定めん。ナルメアさん、いつもとは全然違う。すごい迫力だ。よし、出られねえ。お待たせ。お、あのナルメアさん、もしかして寝てる？ちょっと、ルイさん、おはよう。ごめんなさい、手合わせの時間ね。始めましょう。ノースバストの海にも負けねえ体作ってくぞ。ベイン。はい、戦いもカニ漁も体が資本ですよね。しゃあ、ソリッツさんの体ほんとすげえよな。俺がおじいちゃんになってもあれだけ維持できっかな。じゃあ、おいたと思わなけりゃ余裕よ。生涯現役の気合と男気を忘れんな。みんなを笑顔にするその心の強さを。私に教えてほしい。心の強さですか。そう評価してもらえてるのは嬉しいかも。よし、行きます。しゃあ、ゾーイさん、空の世界を守るって使命、俺に手伝えることがあれば何でも言ってください。頑張ります。ならば、美味しいと評判の君の料理で腹ごしらえをしたいところだな。その前に運動しよう。さて、無事調達してきたようだな。さ、とっととそいつを渡しな。母さんの髪の毛持ってきたけど、なんか嫌な予感がするぞ、これ。よし、迎撃。お待たせ。要望の品持ってきました。ランちゃんの髪の毛。悪い顔してますね。何に使う気です？ちょっと
カリオストロの顔は可愛いでしょ。まあいい。使い道か。錬金術の発展のためと言っておく。分かったらさっさとそいつをよこしな。ん？あれ？すばしっこいやっちゃな。スライム見失ってもうたわ。レイン、負けた方が追い込み役な。あいつを倒せば今日のノルマ達成か。それじゃさっさと終わらせようぜ。よし、それぞ。ふっ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 。ユエルも双剣使いだったよな。どのくらいランちゃんと違うもんなのか興味あるぜ。いざ。どうやろな、似てたらうち騎士の素質あるいうことにならん。以前ひよこ藩の少年たちが荷運びを手伝ってくれたことがあってね。いい子たちだった。彼らを指導している君に興味が湧いたよ。ウーノさんにそんな風に言ってもらえるなんて光栄です。よし、いいとこ見せるぞ。ふっふっふふっ。まさか十天衆に稽古つけてもらえるなんて、これはちょっと気合い入れて臨まないとだな。その勢いよし、こちらもやりがいがあるというものだ。さて、それじゃ始めるよ。フラメクの雷鎚、射線は正面の直線だけではないぞ。ここにいるだけでもビリビリ来てる。とんでもねえ銃らしいな。よし、ここは光れ。しゃあ、へっへん。フラメクでしたっけ。稲妻の弾丸って多少かすっても大丈夫ですかね。どうだろう。ベアトリクスが浴びて耐えたことがあったな。お前なら大丈夫なんじゃないか。保証はできないが。ウーノ、お前は見込みがあると言っていた。一つ俺と手合わせ願おうか。うそ、それめちゃくちゃ嬉しいっす。手合わせぜひぜひお願いします。よし、みなぎってきた。ふっ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 。へへ、なんとか追いつけたぜ。それじゃあ一勝負お願いします。ここまで追いかけてくるとはしつこいやつだ。だがいいだろう。そのスタミナに敬意を払い受けて立つ。行くぞ。カタリナお姉様に二人きりでの料理指導をお願いされたとか。詳細をお聞かせ願います。詳細って普通に教えるだけですけど。ってめちゃくちゃ怒ってません？なんかやばそうだ。お待たせ。ビーラさん、話したいことって何です？妙な殺気を感じるけど。なんで？なぜと？今度お姉様と二人きりでお料理をなさるとか、何が狙いか吐いてもらいますよ。さあ！
元も子もないの。では参るぞ。アニラさんの新作和菓子、俺もいただきましたけど、力が湧いてきてますね。よし、暴れるぞ。お待たせ。ヘッヘン、特製羊羹届けに来ましたよ。それで手合わせしてくれるんですよね。行きますよ。約束じゃからの、ダチ代わりと思えば安いものじゃ。誇り高き白竜の騎士、我が風の祝福を受け万難を払う力を授けん。武器を取れ、金色の神。おう、要は俺を鍛え上げてくれるってことだよな。よし、お願いします。しゃあ、グリームニルさんの起こす向かい風、走り込みにいい感じです。もっと強い風ください。あのな、頼ってくれるのは嬉しいが、俺は送風機なんかじゃないからな。そこのところよろしく。あなたみたいに距離を詰めてくる人は苦手なの。近づくなら。俺も昔は弱気な性格だったんだぜ。よければ相談に乗るぞ。なっ、どうだ。ふっ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 。お、おいおい、そんなに睨むなよ。一緒に体を動かして嫌なことを忘れちゃおうぜ。ないや、別に運動なんてしたくない。放っておいて。ん？ああ、そうそう、ドラッヘントラウトのキッシュ、あれ俺の好物なんだ。耳を貸したら負けだな。悪党は俺が倒す。行くぜ。呼び出されたから来てやったぞ。一体何を企んでやがんだ、ペリアル。まんまと来てくれ。君をズタズタに切り刻んだら、あの真面目くんがどんな顔するか試したくてさ。近距離攻撃装備起動、速やかな排除を推奨。分かってる。問答無用って感じだな。どうしても敵には思えないけど、しょうがないか。よし、迎え撃つ。ふっ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 。ジークフリートさん並みの体験で二刀流、すんげえな。ちょっと手合わせしてくれないか。頼む。詳細についてはデータ不足のため不明。コードネーム不当不屈の騎士、妙に友好的なようだけど油断できない。何やら目障りな小バエがいる。戯れに叩き潰しておくとしよう。なんかまさに魔王って感じ。ここで勝たなきゃヒーローにはなれないな。よし、絶対倒す。
お前がベルゼバブだな。悪竜騎士団の名にかけて絶対に倒してやる。行くぞ。絶対だと。小林の分際で随分と大きく出たものだ。霊長の巣ごと焼き払ってくれるわ。氷だの炎だの、君は何を見せてくれるんだ。耳を貸したら負けだな。悪党は俺が倒す。行くぜ。呼び出されたから来てやったぞ。一体何を企んでやがんだ、ベリアル。別に何も、単に犬と戯れたいというだけの愛護心さ。撫でてやろう。ヒーローなればいい。自称でも何でも好きにしていろ。本物のヒーローになってみせるさ。お前を倒して空とみんなを守るんだ。よし、やってやる。どんなに相手が強大でも俺はみんなを守ってみせる。そのために強くなったんだ。来い。そうか、ならば努力の方向性を間違えた。まったくもって、愚かしい。 Believe in victory. Battle 1. Engage. あれをやるしかねえ。ウスプルフシュラッカー。どうだ、空の世界はお前の終末なんかに負けねえ。何度だってお前の野望を俺たちみんなでくじいてやる。Grand Blue Fantasy Versus Rising.